今回は2021年度学習院大学法学部英語長文確問を解説したいと思います。私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう。確問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文を読まない考える。2つ目が作者問題作成者の主張を汲み取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正当率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識が間にない方でも英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文を読んでると難しい英単語とか難しい表現に出来わして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 二つ目が作者問題作成者の主張を組み取る。英文読んでると、バとか、はやばとか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が、説問になりやすいんですよね。なので、作者問題作成者の主張を組み取ることが、正当率の向上につながります。 3つ目が英文は抽象から具体に進む。第一段落の1分目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。 そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう攻略手順ですがもちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていってメインテーマーを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認していきますなのでまずメインテーマーを掴むとでメインテーマーが掴めたらあとは類推確認ステップ2ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます では、英語長文ホームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に書くもがある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。 ここは私も読み流す見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマを掴むそれから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うともうすでに分かっている情報とか出てきた話っていうのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。 あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために、単語をピックアップ、マーキングしているんだということです。では、最初から見ていきましょう。はい、最初、新しい情報名詞ですね。ジェンダーランゲージとこういうことですね。性別、言語と出てきましたから。これ、名詞、当然、マーキングですね。で、it's understood as a language that has a bias towards a particular gender。はい、and reflect and maintains preexisting social distinction。とありますから。 まあそうでしょうね。まあ性別言語と聞いて、まあなんとなくイメージは湧きますよね。つまり、まあ男性女性ディスティンクション。つまり差別するような言語だったり、ね。あるいは、まあ男性に使う言葉とか女性に使う言葉とか、男性はとか女性はとか。 で、そういうバイアスがかかったような言語。これをジェンダーランゲージっていう風に言っているわけですね。はい。これ、ジェンダーランゲージの具体化がね、この後されていますので、そこをちゃんと単語ピックアップ、マーキングしておきましょうということです。はい。新しい情報、マーキングです。で、次の段落。じゃあ、次の段落、次行くと、はい。it shows s two things. はい。二つのものが見えてきますよと。二つのものとは何ぞやっ話ですね。はい。これも、この後、ハイフの後。 抽象から具体ですね。これポイント3ですね。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しという話、さっきしましたよね。これまさに抽象から具体のプロセスで英文が進んでます。はい。じゃあ、2つのものって何なのかなって思う。そこが具体化されるわけだから、そこをちゃんと単語この後ピックアップ、マーキングしていきたいですね。で、今回これ not only が出てきたんで、 But a l so ですね。はい、not only but a l so で、2つの2 things が具体化されているんですけれども、not only but a l so ってどっちの方が重要なんでしたっけどっちの方に、つまり重要というのは作者の主張が来やすいんでしたっけこれは明らかに b u t a l so 以降ですよね。だから、not only の方というのは正直、 あんまりどうでもいいんですよ。大事なのは、作者の主張のある、but also のところ、ここが重要なんで、but 以降見ていきたいですね。はい。but it also s t r e n g t h those belief and perception ということを言ってますね。まあ何かをこう強化すると。信念とか perception というふうに言ってるんですけど、この z ー o s それらって何ですかそれらってそれらってもうすでに出てきているからそれらっていうわけですよね。何ですかそれらって。 これですよね。すでに出てきているものってもう、マーキングしているところを見てあげるメですテ m ン i n t a i n p r e ソーシャルディスティンクションとか、ね。そういうバイアスとか、性別にバイアスは、こういうものを信念とか強化してしまう。要は、男性、女性、この差別みたいなその意識を助長ジェンダーランゲージが助長させてしまうんですよね。と。こういうことをこれ一番言っているわけですね。はい。 じゃあ、一番の質問、何が正しいかというと、これ意味近いものですね。どれかというと、一番はこれは2ですね。え、ジェンダーラングエッジがそうですね。主語、まずジェンダーラングエッジじゃないとおかしいですね。はい。この、イットが何指してるか。ってことをそうですね。考えなきゃいけないですね。それ。それって何もうこれはジェンダーラングエッジですよね。はい。当然今、ジェンダーラングエッジの話してるんですか。なので、ジェンダーラングエッジがまず主語のものを選ぶと。で、ジェンダーラングエッジは何してるかというと、 チャレンジしてるのプロモートしてるのと言うと、男女差別をプロモート、促進してるわけですよね。促進する側ですよね。チャレンジ、意義を唱える側じゃなくて、促進する側ですよ。はい。なので、これ2が当然正解になってきますよということです。はい。で、ステップ1ですね。メインテーマ掴むっていうのはもういいですかね。はい。もうこのジェンダーランゲージがもうメインテーマ中のメインテーマですよね。あと、 あの、散々出てきたような、その、ジェンダー、バイアスっていう言葉で、ディスティンクション。ね、この辺の言葉が来てますから、まあ、何度も何度も繰り返されるってことは、それ重要なんですよね。つまり、男女差別とか、男女不平等とか、ね、そういう話が今回、メインテーマなんだろうな、ということは、これ、何度も出てきている単語を見たら、わかりますよね、ということです。はい。で、次の段落行きましょう。で for relatively new field of study が出てきていて、 中ですね。えっ、ー、と、社会言語学というものが出てきます。まあ、新しい情報名詞なんでマーキングしておきましょうと。で、社会言語学とは何ぞよというと、また具体化されてますね、それがね。はい。Imagine the u n s i d e d renewed interest in feminism. はい。フェミニズムっていうのも、これも新しいワードですから、マーキングした方がいいですね。はい。フェミニズムとなんか共に出現しましたと。 ということですね depends,、uh, ここで具体化されていますね、はい。つまり、その社会言語学というものはどういうものかというと、ここで具体化されている。具体化されているところをちゃんと単語をピックアップ、マーキングしたいということね。はい。新しい情報です。つまり、ジェンダーディスクリ r i m i n a 性差別、 とかっていうものがどうやって世の中に広がって今の世の中成り立ってるのと、そういうのを研究しているのが社会言語学とソーシャルリングウィスティックということになりますよ。ということでちゃんと書いてあるじゃないですか、ここに。だから社会言語学なんてものを知らなくたっていいんですよ。知ってる必要はないです。ちゃんと具体化されているところをピックアップできれば何の問題もないということです。 はい。で、次の段落です。で、メディア。まずこ、ここはね、新しい情報名詞なんで、マーキング。メディア plays a fundamental role in the use of gendered language ということで。はい。そうですね。メディア、ね、テレビでもいいです。YouTube でもいいですし、何でもいいですけど、ネット記事でも何でもいいですけれども、そうですね。メディアっていうのがやっぱりジェンダーランゲージを使いますよね。それによってやっぱり世の中みんなにこうね、えー、広がってい,いね、population なんか書いてあります。世の中にこう広がっていくわけですよね。だからそういう意味では、メディアがちゃんとした、 言葉を使うというのは非常に重要。まあ彼らの役割、ファンダメンタルロールであるということを言っているわけですね。当然、ここで一度確認しておきたいんですけど、このジェンダーラングエッジって作者はプラス、マイナス、どっちで捉えてますこれどっち当然、マイナスですよね。性差別っていうのはあった方がいいの悪いのっ言ったら、まあ常識で考えて、まあ、ない方がいいですよね。性差別ね。 男女平等の方がいいはずですよね。ここは皆さん考えてくださいね。当然作者の主張はこういうジェンダーランゲージはない世の中にしたいっていうのがあくまでも作者の主張ですよね。まあ、そうは直接は書いてないけど、それは常識に考えてる、今みたいに常識に考えたらわかりますよね。それはない方が、差別ない方がいいでしょうという話ですよ。はい。で、次です。We need to raise awareness to drive change. はい。だから変えたいって言ってますね。変えたい。つまり、今、 今の状況というのは性差別、ジェンダーランゲージは起きている状況だから、それを変えたい。つまり、男女平等にしたいとことですね。ここちゃんと自分で言い換えてくださいね。考えてください。はい。で、次です。but raising awareness is complicated by lack of information. なんか、しかし変えるために、はい、情報が不足しているみたいなことを言ってますね。はい、どういう情報かというと、X ということで、ここが質問になってきてますた。で、この段階では X はちょっとわからないですね。はい、ヒントがないですね。 だって今出てきたばっかりですもんね。情報が足りないって。今出てきたばっかりの話なんで、X はわかるわけがないですよね。はい。だけれどもここで不安になる必要はないんですよね。なんでですかポイント3ですよね。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しだから。この後必ず X の内容も含めた、つまり情報の不足の内容が この後必ず補足具体化されてくるんで、そこをちゃんと単語ピックアップしてあげれれば、X の問題ね、解くことができますよね。こういうふうに考えてあげればいいんですよ。だから別に不安になる必要はないわけですね。で、次見ていくと、はい、AI。これは新しい情報ですね。ここはマーキング絶対したいですね。はい、AI が出てきます。ただ、AI がつまりこれを解決してくれてる、くれるわけですね。情報の不足というものを解決してくれる。それが AI という存在なんだと言ってますね。 はい。まあ、よくわかんないですね。でもね。はい。よくわかんないね。この後具体化されます。Never before have we had a、uh, capability to analyze language in such a meaningful way at such massive scale ということで。はい。膨大な量の、つまり情報、データ、ね、ラングエッジ、言語っていうのを、こう、分析することっていうのは、過去は、Never before。過去はできなかったわけです。はい。ここで考えてください。ステップに話の展開の類推です。 過去はできなかったということは現在はどうなんですかここでピンと来てほしいのがやっぱり AI です分析ってワードが来てますから。分析ってワードが来た時にこれ AI と結びつけて考えてほしいですね。つまり今は AI というものがありますから AI によってその膨大な言語を処理、分析することが できるんじゃないですか。そういうふうに、ステップに話の展開の類推をしてもらいたい。はい。そうすると、あとは確認、ステップ3、類推した内容が正しいかどうか確認していきましょうということですね。で、なんか人が出てきていて、その後です、ね、センティ this, represent a huge opportunity for broad areas such as culture or gender research. ほら、できてますよね。 膨大なね、エリア、広大なエリアの文化とか、ジェンダーリサーチとすることが、ほら、できる。ヒュージオパートリーに機械があるって言ってるの調査することができるなんですが、多分、AI があるからですよね。はい。ここでステップ3、類推した内容が正しいというふうに確認することができます、ね。だから、現在は分析できるんですよ。で、この後ですね。it was a、uh, precious this thinking that inspired a recent m e d t a a 中ですね。 えー、ここからマスコミ報道研究ということですね。はい。マスコミ報道研究ということを触発しますよ。だから、つまり、まあ、マスコミ、さっきも出てきてましたよね。ここにメディアって言われるね。はい。つまり、メディアっていうのは、非常にジェンダーランゲージにおいて、男女差別において、重大な役割を担っているわけですから。 ね。それをちゃんとしたものにしましょう。公平にしましょう。ということをおそらく触発、プロモート促進するわけですね。はい。この AI がですね。で、さっきの X の問題、解いていきましょうということです。はい。じゃあ結局 AI って何やってましたここ具体化されてましたよね。結局、膨大なそのデータを分析すると。こういうことをやってたわけです。昔はできなかったけど、今はできると。 ね、そこが書いてあったじゃないですか。だからこの X 何を入れたらいいんですかはい、そうするとどれですか一番近い内容のものはいいですね、これビッグです。つまり膨大なデータってさっき言いました。膨大なデータっていうのを処理することができなかった。 できなかったことによって、今まであまり言語、そのジェンダーランゲーッジの研究っていうのは、なされてなかった。なされてなかったからみんな、その男女不平等が起きてるとか、性差別が起きてるところに気づきにくかったわけだけれども、AI を使って膨大な情報を処理することによって、これ、性差別、起きてるよねっていうことに皆さん、気づくようになる。awareness, rising awareness することができるわけですよね。はい。 っていうことをこれ言ってるわけですね。だから、X の内容というのは、その次の段落のところを見てくれば、X に入る内容はおのずと分かってきますよね、ということです。はい、後ろから前というね、具体から抽象という、この思考プロセスをちゃんと踏むようにしてください。で、次のディスシンキングもいいですよね。これも、ディスっていうワードが非常にヒントになってますね。 this これって言ってるんだから、もうすでに英語長文本文上に出てきているから、これっていうことができるわけですよね。つまり、じゃあ、一つ前に出てきた話って何なんですか、ということを思い出してもらえれば、C、どれが正解かわかるんじゃないでしょうか。これいいですね。はい。 AI ですね。AI エナ huge sample of gendered language in b ィッシュインボードコン for the first time ということで、膨大なデータを AI が処理することができるんですよ。この考え方がその recent media coverage study をするわけですよね。はい。じゃあ次の段落けいきましょう。で u e k n o w テクニック m p a r a カンパ e ティブリング s t i c s いうことで、視覚言語ですか。またこれも新しいワードが出てきてるんで、マーキングしておきたいですね。はい。で、ソフトウェアが出てきてますね。はい、ソフトウェア。このソフトウェアっていうのはおそらく、何ですか機能としては ?AI でしょうね。だって AI 出てきてましたから。AI 出てきてましたから。これもやっぱり同じ話の英文っていうのは繰り返しなんでね。はい。ここでなぜソフトウェアが出てきたのかっていうのは考えてほしいですね。つまり AI ですね。これ AI が 言い換えられてるだけですよ。この何ていう読むのか分かんないです。何とかソフトウェアというふうに。英文というのは同じ話の繰り返しなんで、同じような意味の単語はやっぱり繰り返される。だけれども、表現もこういうふうに変えてくるんですよ。だから皆さん、その表現を変えられたことに気づかないから、英語長文、泥沼に入っていくわけですよね。行くんですよ。つまり、 気づかないとどうなるかというと、新しい情報だというふうに皆さん認識してしまうんですよ。新しい情報が来た。じゃあ理解しないと。っていうふうに、どん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 忙しくなっていくんですよね。いや、実は新しい情報じゃないんですよ。同じ話が繰り返されてるだけなんですよね。そういうふうに考えていうと、同じ話の繰り返しというふうに考えると別に忙しくなる必要はないですよね。結局同じ話言ってるんだ。って言っうだけですから。 はい。そこが違い。できる人とできない人。英語長文、特典取れる、特典できない人の違いになってくるわけですね。で、次です。はい。Linguistic difference in the w a y men and women. そうです。だから、男女差別、性差別みたいなところを分析ソフトウェアがしていくわけですね。ということですね。で、また、not only, but also みたいなところが出てきていて、はい。ただ、これだけでなく、but, it i n a b l e s the analysis. ね。はい。この一ともいいですよね。 それ、もうすでに出てきているからそれって当然言えるのはもちろんのこと。このまた分析っていうワードが来てるじゃないですか。分析するのは誰が分析するんですか ?AI であり、このソフトウェアですよね。はい。それはね、もう考えればわかりますね。なのでこれは D は何が正解かというと当然ロですね。このソフトウェア。AI を搭載したソフトウェアですよ。 はい。が、えっ、ー、と、分析することが、ね、記事とかを、まあ、分析することができますね、と。で、えー、AI っていうのは、はい、パーフェクトだと言ってますね。なぜならば、客観的であるからですね。はい。これ、今までっていうのは、これ、人間とかが、AI がなかった時代っていうのは、人間が分析するわけですよね。で、人間が分析したらどうですかやっぱり主観が入りますよね、当然ね。でも、AI というのは、 まあ人間じゃないで、主観ないですよね。客観的な観点で分析することができる。それはメリット、パーフェクトということですね。はい。で、4番はこれ、並び替えなんですけども、並び替えてみると、どうなるかというと、これは、any bias that we m a y ですね。はい。私たち自身というのは、つまり人間というのはバイアスを持っている。だけれども、AI、ソフトウェアというのはバイアスを持ってないと。客観的でいられると。まあ、こういう対比関係が起きているわけですね。で、次の,次の段落です。 はい、えっ、ー、と、ラバーパーティー、なんかこれ中ですからね。えっ、ー、と、労働党党首選挙。はい、選挙の話をしてきましたということですね。で、えっ、ー、と、選挙っていうのはソースマテリアルということにしていますと。なんか選挙,を選挙を分析するんですかね。はい、チューズ選んだとも言ってますしね。はい、because it i n the news and first more, there's never been a female leader of the party. ということはい、一回も女性が選ばれたことがないと。ね、党首。 選ばれたことがない。まあ、日本もそうですよね。内閣総理大臣は女性がなったことが今までない全員男性ですね。ここにも当然性差別的な内容がちょっとちらついているのはもちろん皆さんお気づきですよね。はい。Vas the odds of the one being elected in this contest were four to one ということですね。はい。で、statistically, it is more likely than e v e r than women. 今回、女性が統計的に選べる可能性があるみたいなね。そんな話をしていますということですね。で、How gender language is affected? t s a candidate's chance ということで、はい、ジェンダーランゲージというのが、はい、どのように、ね、候補者選びとかいうところに影響しているのか。そんなことを今回は選挙というものを題材にして 研究 AI おそらく使うんでしょうね。AI 使って分析していきましょう。みたいな話をしていくんでしょうね。はい。で、次の段落行きましょう。で、s w <so> the, s w the, far 14500 w s o the software. はい、やっぱりそうですね。ここはもうステップ3ですね。類推した内容が正しいというふうに確認することができます。やはり分析してますね。AI でね。この選挙の内容ね。はい。で、えー、この5番ですけれども、まあ、どういう意味になりそうですかっていうのは、ここは類推してほしいですね。 ファラっていう単語の意味を知っている必要がないですよ。つまりソフトウェア、AI に1万4000、1、14000、14、ん十四万5万0 0か。十四万五千もの単語をどうするんですか解析させるわけですよ。解析させるってことは、ワードまあ、挿入するとか、組み入れるとか。まあ、そういうような意味合いになる、これは。 はずですよね。供給するとか、そういう意味になるはずですよね。はい。そうすると、どれが5番正解かというと、F ですけれども、供給するとか、そういう意味になるのは、いいですよね。As as I f e l paper into the printer, it started working again. というと。はい。プリンターに紙を入れたら、あプリンターが動き始めました。 供給してますね。プリンターに紙を供給してるわけです。これ同じ意味で使われてますから、当然 F は E が正解になってくると。これは類似することできますよね。単語の意味暗記しないでくださいねということです。はい。で、まあ分析させたんですね。はい。その結果ときてますね。はい。その結果どうだったかっていうのは次具体化されてますね。そこをちゃんと単語ピックアップ確認していきましょうということです。はい。Only man is a race.K.K. なんていうのか、ね。K.A. さんっていうのが。はい。 唯一男性というのは、でも一人しか出てなかったんですね、高校として。キアさんっていうのがいて、はい、この人が4.4 times more likely to describe him using a word, meaning p r e f e r and f a v o r i t e つまり、この男性というのは、プラスマイナス、どっちの評価をされてたんですかプラスの評価ですね、p r e f e r とか f a v o r e と言われているんだから。っていうことは、ここでステップに話の展開の類似してください。これは対比関係ですよ。 男性が高評価を受けてたわけですよね。AI に分析させたら。じゃあ、女性はどうなんですか評価は良かったんですか悪かったんですかこれは悪かったんでしょうね。当然ね。はい、確認していくと、female candidates. はい。1.9 times more likely to be described using words such as sad, avalanche,、uh, av angry, and disliked. いう風に言われてますね。マイナスですよね。なので、青でマーキングしてますということですね。はい。ここに、性差別、男女不平等が起こっているのが、AI によって分析させたことで確認することができるわけですね。これを作者はやりたかったわけですよね。だけれども、作者の主張をもう一度ポイントにね、作者の主張を確認すると、これを作者としてはなくしたい、男女平等にしたいというのが、作者の目標、ゴールですからね。 ここちゃんと主張。もう一度改めて確認しておいてくださいということです。はい。で、次見に行っていくと、はい、もうわばさらにと言ってますね。はい、ここでさらにと言ってるんで、新しい情報が追加されますね。ちゃんと追加されたところも新しい当然情報なんで、マーキング一応しておきましょう。と。ここで,ですね、huge focus on gender through the use of titles such as miss and misses. と。はい。there's three times more likely to use for females candidate. おただ一方で、はい、where's えー、男性ですね。この男性の候補者ですね。さっきの男性の候補者ですけれども、男性の候補者というのは seer っていうのが故障として使われていたと。はい。これっていうのは which holds are positive、えー、ということで、当然やっぱり男性の方が優位だという内容が来ているということですね。 で、ファイナリー、はい。さらに、えっ、ー、と、男性の候補者というのは1.6 times more likely to be discussed in terms of professional employment, politics, love and order ということで、なんかこう、専門性を持った人だよね、みたいなことで男性候補者っていうのは語られてる。まあ、これはいいこと悪いことっていうと、当然、今いいことでしょうね。プロフェッショナルとか、politics of love とかね、そういうことは当然いいことでしょう。 はい。ただ一方で女性っていうのはどうなのかというと、まあ、ここら辺マーキングしていいですね。マーキング私してなかったんですマーキングしてください。えっ、ー、と、どちらかでファミリーとか、え a r t i c u l a ー l とかフ u ーザーとかね、p え r t パティキュラ l、ねえー、じゃねえよ。andparticularly t h e father とかね。はい。父親とか家族とか。なんか、そんなワードと一緒に語られると、これっていいことなんですかね。だって今、政治の場で党首になろうと。 っていう話をしているわけですよね。その時に家族とかいうワード使われるっていうのはいいことなんですかね。どっちかっていうとやっぱり、ポリティックスとかね、政治寄りのラウとか、プロフェッショナルとか、そういうワードとともに語られる方がいいでしょうね。いいでしょうね。はい。やっぱりそういう人に投票もしたくなりますよね。家族とか言われてもあんまり投票する気にならないですよね。なんかちょっと弱いですよね。 はい、なのでこれ7番やっぱり差別されてるんですよ。っていう内容がね、繰り返されてるだけですね。つまり男女差別、ま女性差別っていうのがずっと同じ話が繰り返されてるだけですね。はい、これ H、何が正しいかというと、H は少しこれは頭を使わないといけないですね。これローですね。The female candidate, a professional capacity, was often overlooked by the media ということで。そうですね、overlooked by the media っていう表現は直接は英語本文上ではなされてないので、これはちょっと難しいですよ。そこの選択肢はちょっと頭を使わなきゃいけないですね。はい。ただそうですよね。要はメディアによって女性っていうのが過小評価されてますよね。これね、明らかにね。つまりそれをオーバーロク見落としたっていうふうに表現を変えてきてるわけですね。この表現が変えられてるところにちゃんと気づかないと、ロの選択肢は選ぶことができませんということですね。 はい。で、他の選択肢とかも、お見ていくと、うんと、とかかな、ま、ような。The female candidate t e n d to lack experience in law and order とおいうことですが、これも書かれてないですね。しかも、別に、経験が足りないみたいな。女性は経験不足だみたいな。別に、そういうわけじゃないです。あくまでも、メディアがそういうふうに仕立て上げてただけの話であって、実際に女性の候補者が政治的な経験が、 不足しているとかっていうのは分からないですよね。これは判断しちゃダメですよ。皆さん勝手に。あくまでもメディアがそういうふうに仕立て上げてたわけで、実際にそうなのかこれ分かんないですよ。はい。ということです。で、えー、まあ、そんなところです、ね。なので、まあロが正解ということですね。で、あとは最後、質問が最後の段階なのかな。はい。で、how AI can raise our awareness。そうですね。だから、こういうふうに AI が分析したことによって女性が差別されていることに気づけた我々はわけですよね。 はい。だから、皆さん気づきを得られると。で、平等ですね。やっぱり、equal society。まあ、ここ、説明になってますけれども、和訳ですね。つまり、平等な社会に貢献する責任をメディアっていうのは持ってるんだよね、ということですよ。ちゃんと、だからメディアっていうのは、公平な言語っていうのを選択して選ばないといけないんですよね。まあ、そういうのが作者の主張であるということですね。あと、y ですけれども、この空欄も、can help to h a r r to a p e r s ということですけれどもつまりね進歩ここで言う進歩ってつまり男女平等でしょだ男女平等に向かうためには向かうものを助けてくれるものって何なんですか、はい、今までもう散々出てきてますよねこれね何ですか AI なんですかバイアスなんですかエレクションなんですかメディアなんですかどれですか AI でしょう AI が我々に男女不平等を気づかせてくれることによって、男女平等の方向に持っていけるって、こういう筋書き、ロジカルなわけだったわけでしょ。これ AI ですよね。はい。いうことです。じゃあ、あと最後、K の質問です。内容一致ですね。一致する選択肢だけ見ていきたいと思います。まず一つ目がロ o ですね。AI is an efficient tool that r a b e l s f a v i l i a r shares bias towards a specific gender g r o u p そうですね。AI っていうのが、はいえー、非常に、ねえー、役に立っていましたよね,とね。メディアっていうものを、えー、ちゃんと強制,強制というかちゃんと男女平等という方向に持っていくツールエフィシエントツールになってましたよね。ということは確認できますね。それから2です。The Labour Party has never elected a woman for a position of leader in the past. そうですね はい、党首、内閣総理大臣の話もしましたけれども、女性というのは選ばれたことは今まで1回も日本も含めてないんですよねとういうことで、これに正解です、そのまま英語長文本文の中に言われてました。 はい、以上になります。お疲れ様でした。赤本を手に入れて、もう一度回さ青な囲みも自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは、単要思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから他の大学の囲みに関しても、再生リストの方に大学別でまとめています。もしよろしければ、そちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様でした。